わー、愛の里今シーズンもやばいね。ねえ、面白いよね、愛の里。マンハッタン最高だわ。ねえ、面白かった。映画ひょろひょろ。うん、寝よっか。もう遅いしね。あ、私さ、ちょっとさ、今日リビングで寝てみてもいいかな。うん。うん。ちょっとリビングで寝てみるわ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。なんでびっくりした。なんでびっくりした、びっくりした。え、なんでリビングで寝んの？今納得して寝室行こうとしてくれたのに。なんで一緒に寝ないの？いつも一緒に寝てますよね。いや、実はさ、私たち同棲始めてもう半年経つじゃん。うん。で、気づいたんだけどさ、私寝室一緒無理かも。寝室一緒無理。ちょっと原始人みたいにね、なっちゃってるけど、まあ急に言われてもよくわかんないよね。わかんない。だから私今までずっと一人暮らしでさ、自分のプライベートな空間があるっていうことに慣れてたからかもしれないんだけど、やっぱ寝る前にね、結構整えたかったりするの。読書をしたり、好きな音楽を聴いたり、好きな YouTube を見たり、誰の目もないところで自分の心とか体整えて寝て次の日目覚める。で、寝るのもさ、やっぱさ、隣に人いるとさ、ちょっと寝返り思いっきり打てなかったりするし、人の目がずっとあるって結構寝る前にストレスというかさ、うん。でもそれがさ、その同棲の醍醐味じゃん。一緒に寝る、うん、一緒に寝るってさ、本当にもう願ってもないというか、こう毎日ずっと寝る時も寝てない時も一緒にいられるっていうさ、うん、それが最高なんじゃないの。いや、最初はね、私もめっちゃ嬉しかったの。ずっと好きな人が近くにいるってことが幸せだったし、だけど距離が近すぎると好きだったはずの人もちょっと異物に思えちゃう瞬間があるの。ごめんね、これ悲しい話じゃないよ。もう本当に大好きなのね、たかしのこと大好きなんだよ。だけどなんかこう、あ、ごめんごめん、そこだけね切り取ると、うん、あれだけどさ、彼氏は大丈夫。まだ彼氏がしだしたから一緒に寝るのしんどくなっちゃった。匂いは大丈夫なんだけど、うん、いや、聞いてた私の話。じゃああれ、浮気？浮気？浮気してるんだ。浮気してないよ。なんで浮気してるから一緒に寝ないことになるのよ。あ、そっか、他の男の顔が浮かぶからもう俺とは一緒にいられない。あ、違う、本当に私はその誰かと一緒に寝なきゃいけないですって言われたら、もう選ぶのはたかし一択なんだけど、もう一緒に寝なくていいっていう選択肢があるんだったら、私は一人で寝たいわけ。それかあれだ。何？浮気もしてるし、カレー臭もするんだ。ダブルじゃないよ。浮気もカレー臭もだ。カレーも浮気臭も。混ざってるし。何浮気臭って。いや、でもさ、ちょっと違うの。ちゃんと聞いて。私も、すごいこれ言うのね。勇気いるんだよ。だけどさ、たかしと、ずっと一緒に仲良く暮らすために提案してるの。別々に寝た方がいいんじゃないのって。たかしだってさ、ちょっと思わない？自分のプライベートの空間欲しいなみたいな。思わない。いや、思うはずだよ。たかしが趣味の漫画とか読んでる時に、なんか例えば私のさ、なんか聴いてる音楽が流れてきたりとかさ、こうエクササイズしてる音とかがさ、したらさ、嫌でしょ。うん、嫌だ嫌だ。嫌じゃん。あれやめてほしいなって前から思ってて。いや、それはね、そうなんだよ。でも私は運動したかったりする時間にこう集中して漫画読んでるから、うん、じゃあ今日は運動やめとくかとかってなっちゃったりとかさ、なんか結局それでイライラしてお互い喧嘩するようなこともあるわけじゃん。もしかしたら本当に寝室さえ分ければちっちゃい喧嘩とか減るかもよ。確かに自分の部屋欲しいなって思う瞬間は、今思い返したら結構あるかも。あるでしょ、うん、そうなんだよ。そう、仲良くするためにちゃんと距離を取っておく。
近くにいすぎると衝突しちゃうけど、こう冷静になる時間って必要じゃん。例えばイライラしてちょっと一人になって、うん、あれは良くなかった、ごめんっていうさ、このプロセスが重要ですよね、仲直りするのに。だけどイライラしてる者同士が同じ部屋に入ります、バチ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 、ベイブレードですよ、ベイブレード、よく知ってるね。うん、でもこのベイブレードが個々の部屋に入ってたら、うん、一人で部屋の中でバチ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 ってこう暴れ回って止まって、ごめんって言えるでしょ。いやー、一理あるね。そうだからね、次の引っ越し、次の更新のタイミングで 2LDK 住んだら全部まとまるんじゃないかなって。うーん、家賃結構上がるけど、家賃は結構上がるけどさ、二人暮らしって言ってもさ、個々の人間がさ、個々の生活をしているわけだからさ、まあ確かに、うん、その中でもちゃんとこう一人暮らしの瞬間があった方がいい。そう、二人暮らししようと思うからしんどいんだよ。一人の人生を一人が生きているね、うん、それをちゃんと 2LDK に住んで、そう成立させることによってイライラも減るし、うん、いいことづくめだと思うよ。ちょっと前向きに検討してみようか。なんか申し訳ないけどさ、そのたかしいつも手つないで寝てくれるじゃん、うん、あれとかも最初のね、寝始めの段階はいいんだけどさ、こううとうとしてくると手邪魔だな、なんか手汗かいてきたな、あ、寝返り打ちたいけど打てない、あ、ごめんごめん。いやでもね、実際そうなのよ。しょうがないね。うん、あのギュッてしてくれるけど、ちょっと暑いなとか、うん、あとなんかあの寝返りも激しいじゃん。でその振動でちょっと起きちゃったりするし、あと寝るときにさ、トイレ行くじゃん。多いね、多いね。寝てるときにトイレ行くのもすごいなんか起きちゃうし、うん、朝もさ、あ、もう分かった。うん、それちょっと後で、うん、あの箇条書きにして送って、もそれ、うん。うん。辛いから。じゃあちょっと最後に確認なんだけど。臭いわけじゃない。臭くはない。浮気もしてない。してない。好きは好き。好きだよ。分かった。うん、じゃあしばらく、じゃあ俺がさ、リビングで寝るから。